Taste Lovers。 はい、女性人チャンネル Taste Lovers を司会進行の女性人編集長の田原清です、今日はですね、今日は久しぶりに、来ていただきましたパク・ジョンミンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあジョンミンさん、まずカメラに向かって自己紹介をお願いします。女性自身の K-Lovers、のご覧の皆さん、お久しぶりです。パク・ジョンミンです。最初はそんなに遠い国で WS501 またパク・ジョンミンを知ってるかというすごい疑問があったんですけど、なんか運もよく、運がいいのかな、わかんないんですけど、まあ、すごいうちのグループとかが人気で、まあ、行って空港ですごいみんながキャー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 歓声をしてくれたりとかしてて、すごい感動だったんですね。で、今年が3年目連続で行くことになってすごく、嬉しいです。今年、去年、去年また復活して、また今年、もう一枚のアルバムの予定をしてるんで、まあいろんなジャンルの曲と、まあ中にあるパク・ジョンミンをこうなんか裏の奥にあるそういうなんかのをこうなんかこうなんていうの、発散っていうか、そういう、そういうのができるというのがすごく嬉しくて、またいい良いアルバムになりそうです。そうですね、やっぱり、まあ、パク・ジョンミンはすごいなんか普通っていうか、そういうなんか明るくてそういう感じなので、やっぱりロメはちょっとなんか別人のようなそういう感じになると思うんですけど、いつものように結構なんか、まあ、メイクアップの感じになるんじゃないかなと思うんですね。どういう風になるか楽しみにしててください。まだ何も考えてません。パク・ジョンミンのアルバムですか、やっぱり、まあ、そろそろ夏とか来るんで、まあ、夏のアルバムにしたいなと思って、結構、去年発表したサマーブレイクのようなそんな感じの歌と、また明るい、また30の前ではまたすごい明るい曲を歌いたいなと思って、そんな感じの歌が多分そういうメインで入ってって、また僕の得意のそういうバラードとかも入れようかなと、そう思います。はい、そうですね。でもまあやっぱり、まあ、韓国の男の子だったらやっぱりそういうのは、まあ、行かなきゃならないということもあるし、そうなので、まあ準備はしたんですよね。でも、まあ、延長するかしないかみたいな感じもあったんですけど、やっぱり、まあ、今実は僕も遅い方なので、まあ、思うんですけど、でも、まあ、どれか芸能活動は休むそういう時代なので、精神的にまたグローアップするそういう時期になるかなと、また練習もしながら。プロってまあやっぱり今もやっぱり知らない言葉とかたくさんあるんですけど、でも僕知らない言葉があったら、まあすぐに聞くタイプなんで、そういう、まあ同じ言葉なのにちょっと意味が違う言葉、例えばヘルスだったり、韓国ではヘルスってジムのことなんですけど、ここではということだったり、まあいろいろあって、ちょっとなんか言葉の意味が違くてちょっと困ったり、まあ、例えばもっこり、なのにここではといういろいろあって、それで、まあ、黒っていうか面白い経験はあるんですね。わかりました。さて、じゃあ最後なんですけども、カメラに向かってですね、ファンの方にメッセージをお願いします。はい、パク・ジョンミンを応援してくれたファンの皆さん、いつものパク・ジョンミンでいますので、皆さんもいつものファンの皆さんで、家族のみんなで行ってほしいです。これからもパク・ジョンミンずっと応援してください。それから待っててください。ありがとうございます。アンニョン。
はい、パクジョンミさんなんですけども、今年はですね、この5月、6月、そして7月の入隊まで、ものすごい活動がですね、熱くなる年です。ぜひ皆さん、応援をしてください。そして、今までジョンミさんのファンでなかったという方もですね、ここで一気にジョンミさんのファンになって、彼の活動を支えてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。